ソフトバンク、日本初の育成方針で最強球団になる。ソフトバンクが日本球界で初めての試みを始めたファーム本拠地ホークスベースボールパーク筑後での尻組春季キャンプ、第5クール初日の20日からアフリカ圏の選手のトライアウトを行っている。ウガンダ出身の17歳エドリン加藤投手と南スーダン出身の16歳ジョセフデントン投手の2人は25日まで C 組の選手たちに混じって練習する。これまでソフトバンクは即戦力補強以外にもキューバやドミニカ共和国などから若手を育成選手として獲得してきた。外国人選手も自チームで育成する試みを続けている。球界を代表する投手になったリバンもイネロ投手ももともとは育成選手で、現在も育成外国人選手が7人在籍している。とはいえアフリカ圏は未開の地でトライアウトを行うのは初めてのことだ。 NPB に所属したことのあるアフリカ大陸出身選手は過去にもいたが、米マイナーリーグを経てからの加入だった。米球界を経ずに NPB にやってくるとなれば、球界としても初めてのことになる。なんかすごそう。また若手は蓋を持ってくるのか。いろんなものに目移りして全部が中途半端な多趣味おじさんみたいなことやってんな。多身体能力よ。ワクワクする。ものすごい選手になるかもな。ウガンダの佐々木朗希か。ええね。野球人口が少ないだけで身体能力の高い選手はいるかもね。野球の場合は技術点の比率が高いから身体能力が高いだけでは無双できるわけではないか。単純に競技人口の差やろ。黒人がガチリ出したら即選挙されるわ。確かにアフリカには若い力仕込めばすごい選手になるのがいそうな気はする。アフリカの物価わからんけどスクールみたいなの作って若いやつ囲って野球やらせたりとかできんのかな。コスパ悪いか。肩肘そんなに消耗してないやろ。シェアリアな。ジャパニーズドリームを掴んでほしい。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。